おはようございます。今日は2021年の4月の2日の金曜日、僕は今武蔵小杉駅に来ています。これから僕は武蔵小杉駅の朝ラッシュの様子を撮っていこうと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。まずは1本目、7時4分発の津田沼行きです。ここで軽く武蔵小杉駅について触れようと思います。武蔵小杉駅は東急東横線、東急目黒線、横須賀線、湘南新宿ライン、そして南武線が乗り入れる一大ターミナルです。 JR の武蔵小杉駅の1日の利用者数は約13万人もいます。これは JR 東日本の中で26番目に多い数字だそうです。続きまして、こちらは7時8分発成田エクスプレスの成田空港行きです。ご覧の通りほとんど乗る人はいません。車内も一つの号車に1人か2人しか乗っていませんでした。続きまして、こちらは7時11分発埼京線川越線直通の川越行きです。この電車、到着時は、かなり空いていて驚きました。こちらは7時14分発横須賀線千葉行きです。この電車は、先ほどの、川越行きと比べますと、かなり、混んでいて驚きました。東京方面と新宿方面ってどちらの方が通勤需要高いんでしょうかね。気になります。続きまして、こちらは7時18分発湘南新宿ライン快速の籠原行きです。今度は先頭付近に移動してきました。先頭車両は、ある程度混んでいるように感じました。ちなみに中寄りは、結構混んでいました。続きまして、こちらは横須賀線7時20分発の東京行きです。この電車はまあある程度は混んでいますね。グリーン車付近での撮影となります。この辺りからだんだん人も増えてきて、撮影場所の確保も困難になってきました。続きまして、こちらは7時26分発総武快速線直通の千葉行きです。この電車も先ほどの東京行き同様、まあまあ激しい混雑となっております。この辺りからはラッシュ本番といった感じで、撮影をしていても人の背中しか映らなくなってきました。また発車メロディーも何回も流れるようになってきました。こちらは7時29分発埼京線直通の武蔵浦和行きです。武蔵浦和行きなんてあったんですね。私初めて知りました。この電車、到着時は、かなり空いていましたが、この通り武蔵小杉駅から大量の乗客を詰め込むことによってある程度混んでいます。しかし中寄りはまだまだ空いています。続きまして、こちらは7時31分発の総武快速線直通の津田沼行きです。なぜかグリーン車の隣の号車なのにあまり混んでいません。やはり階段の位置などが関係しているのでしょうか。しかし武蔵小杉駅は階段の位置など関係なく、まんべんなく混んでいます。なのでどの号車も激しい混雑となっております。続きまして、こちらは7時37分発湘南新宿ライン普通の小金井行きです。こちらも同じく6号車付近の撮影となりますが、なぜか空いています。もしかして横須賀線って端っこに階段があるケースが多いのでしょうか。ちなみにホームで列を作っている人たちは東京方面の横須賀線を待つ人たちです。この駅は新宿方面、東京方面両方に向かう乗客がホーム上で待っているので、かなりホームが狭く感じます。拡張工事がされて納得です。続きまして、こちらは7時39分発総武快速線直通の君津行きです。この電車は、先ほどの津田沼行きと比べて混んでいるように感じました。グリーン車付近もかなり混んできました。こちらは7時43分発総武快速線直通の津田沼行きです。先ほどの君津行きが発車してからまだ4分しか経っていないということもあり、車内は若干空いていました。しかし武蔵小杉駅から乗る人は4分前の列車と変わらないように見受けられました。さすが武蔵小杉駅といった感じです。続きまして、こちらは7時45分発湘南新宿ライン快速の高崎行きです。
今度は後ろ寄りでの撮影です。この電車は先ほどの湘南新宿ラインの出発から8分ほど経っているということもあり混んでいました。いやしかし8分でここまでってすごいですよね。東京の凄さを改めて実感しました。続きましてこちらは7時48分発埼京線直通の大宮行きです。新宿方面の列車が行ってからまだあまり時間が経っていないからでしょうか、人がかなり少ないように見受けられました。続きましてこちらは7時50分発の総武快速線直通の成田空港行きです。この辺りから人はどんどん増え始め、積み残しギリギリレベルの混雑となってきました。おそらく平時でしたら確実に積み残るレベルだったでしょうね。2号車付近もこんな感じでかなり混んでいます。続きましてこちらは7時55分発湘南新宿ライン普通の宇都宮行きです。この電車も先ほどの成田空港行き同様かなり混雑が激しくなっております。ちなみにホーム上で待っている人たちは積み残しではなく東京方面へ向かう人たちです。いやしかし本当に武蔵小杉駅って狭いですよね。本当撮影場所にかなり苦労しました。続きましてこちらは7時58分発総武快速線直通の千葉行きです。この電車も、なかなか激しい混雑となっております。だんだんこの辺りから、人の背中姿しか映らなくなってきました。1号車やマシ1号車もこんな感じで、ものすごいすし詰め状態となっています。こちらは8時ちょうど発の総武快速線直通津田沼行きです。先ほどの千葉行き発車からわずか2分しか経っていないというのにこの混雑、恐るべしです。画面では分かりにくいかと思いますが7号車付近はこれ以上の混雑となっております。また至る隙間に人が並んでおり身動きが取れない状態となってきました。こちらは8時3分発、8時6分発を飛ばし、8時9分発の埼京線直通大宮行きです。車内は到着時相当ガラガラでしたが、ここ武蔵小杉駅で大量の乗客を詰め込むことによって、積み残しスレスレラインまで到達しました。もし相鉄線直通列車がなければ、間違いなくこの駅はニュース映画で見るような1970年代の駅と化していたでしょう。コロナ禍でのこの混雑はものすごいですよね。平時だったらどうなっていたのでしょうかね。こちらは6号車付近の様子です。こちらは8時11分発総武快速線直通の千葉行きです。こうやって見ていると武蔵小杉駅って意外と降車多いんですね。しかしそれを上回る人の数が乗り、車内はあっという間にすし詰めと化します。7号車もこのありさま、6号車に関してはもっとひどい混雑となっております。高度経済成長期を彷彿させる混雑です。続きましてこちらは8時16分発湘南新宿ラインの小金井行きです。こちらもかなり激しい混雑となっております。どこを見ても人、人、人でいっぱいで身動きも取れない状態です。10号車付近もこんな感じで積み残しスレスレのラインとなっております。4番と5番でお待ちください。続きましてこちらは8時18分発の千葉行きです。相変わらずの激しい混雑となっております。朝方の列車が遅延しやすい理由がこれを見るとよくお分かりいただけるかと思います。並んでいる人たちが新宿方面へ向かう人たちなのか、それとも列車に乗れないのか、もう訳が分からない状態となってきております。ホームの移動も黄色の線の外側を歩かないとできない状態となっており、事故のリスクがかなり高い状態となっております。拡張工事に期待しましょう。撮影スペースが本当になくなってまいりましたので先頭付近での撮影となります。こちらは8時21分発湘南新宿ライン快速の高崎行きです。この電車もなかなかな混雑となっております。ちなみに中寄りは先ほどの列車たちと同等、いやそれ以上の混雑かもしれません。こちらは8時23分発を1本飛ばし、8時26分発の総武快速線直通上総一ノ宮行きです。相変わらずの激しい混雑です。
こちらは湘南新宿ライン8時31分発の小金井行きです。先頭付近は先ほどの8時21分発と比べると若干混んでいるように感じました。こちらは8時33分発総武快速線直通の君津行きです。時刻は8時半を回り、そろそろピークからは外れると思われるのですが、どういうことでしょうか。かなり激しい混雑となっております。やはり時差通勤が影響しているのでしょうか。川崎駅の回をご覧の方はご存知かと思いますが、8時半というとすでにもうピークは抜けきっています。やはり企業によってだいぶ差があるのですね。こちらは8時36分発の池袋行きです。中ほどがだんだん空いてきたので、中ほどでの撮影となります。もう9時近いというのに混雑はまだまだ続きます。ちなみに撮影をしている間1万2000系が来たのはこの1回だけでした。こちらは8時43分発の津田沼行きです。この辺りからだんだん混雑が横ばいとなってきました。まあ横ばいといっても激しい混雑には変わりないですけどね。こちらは8時48分発湘南新宿ライン快速の宇都宮行きです。宇都宮方面へ向かう湘南新宿ラインで快速なんてあったんですね。初めて知りました。まあそんなことは置いておいて、混雑に話を戻しましょう。少しずつ空いてきた東京方面とは違い、相変わらず新宿方面は混雑が激しいです。9号車付近もこんな感じで積み残しスレスレのラインです。これ時差通勤の影響かなり大きいですね。この後もだらだら混雑は続きますが、今回はこの列車が最後の紹介となります。こちらは8時50分発総武快速線直通の千葉行きです。ピーク時と比べますとだいぶ落ち着いてきました。しかしまだまだ混雑は激しいです。というわけで今回はここまでとさせていただきます。ご指摘などはコメント欄でしていただけますと幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。